頑張っているのは親のため平野市要45日で再デビューにあったシングル母の存在。こうして新たな気持ちで皆さんにご挨拶そしてご報告できることを大変嬉しく思っております。7月7日、YouTube の生配信でこう語ったのは、キング・ブスを脱退した平野市二26。 滝沢秀明氏41が立ち上げた株式会社トベに合流することを発表した。同じく元金プリの神宮寺優太25も戸辺と共に活動していくという。5月22日をもって金プリを脱退した平野さんですが今後はソロもしくは神宮寺さんとのユニットとして再デビューする予定のようです。 生配信の間、平野さんは笑顔だったのが印象的でした。スポーツ上記者、音楽関係者は言う。平野さんは業務提携という形で滝沢さんの会社と協力していくと聞いています。弟が代表を務める事務所に席を置くという話も出ているそうです。 5月20日に音楽番組メニュー 101NHK に金プリとして最後の出演を果たし、別れを惜しむかのように号泣していた平野多忙だった金プリでの日々が終わり、しばらくはゆっくり過ごすのかと思いきや、脱退からわずか45日での芸能活動を再開。一体何が彼をこれほど急がせるのか いち早く活動を再開したのには母親の存在があったのでしょう。以前から平野さんは母を安心させるために仕事をしていると話していました。こう話すのは平野を知る芸能関係者。彼の芸能活動の背景には常に母親の存在があったという。平野さんが小学4年生の頃に両親は離婚。平野さんと弟は女で一つで育てられました。 当時から母親に負担をかけたくないと思っていたそうです。前で芸能関係者。近く、親が死にそうに、サイデビューの理由。平野は18年10月に放送されたドキュメンタリー番組、ライドオンタイム、富士テレビ系、で次のように語っている。基本頑張っているのは親のためなんです。よ。母子家庭なので、僕、一回親が死にそうになっていたので、 前での芸能関係者は言う、愛知県名古屋市出身の平野さんはジャニーズ事務所入所当時は関西 JR として活動していましたが、人気が高まるにつれて東京での仕事も増えてきました。本格的に東京へ引っ越そうとした時、母親が大病を患い、名古屋で入院することになったそうです。 本当は母親のそばにいたかったそうですが、仕事のため母親の手術に付き添うことはできませんでした。ダンスの実力が高く評価されている平野だが、それにも母親が大きく関係しているようで、平野さんは小学2年生の頃からダンスを習っていましたが、母親は練習によく付き合ってくれていたそうです。 ある時、平野さんはダンスの練習のしすぎで膝を痛め、手術が必要になったそう。母子家庭ということもあってか、母親が夜中に手術代をどうやって捻出しようと話していたのを聞いてしまったのだとか、親を困らせるぐらいなら手術なんてしなくていいと思い平野さんは泣いてしまったと言います前で芸能関係者。 結局平野は無事手術を受けることができ、芸能活動の中で激しいダンスナンバーをいくつも披露してきた。かつて平野はインタビューでこう語っている。僕が何か人生で大きな決断をするときの判断材料の一つに母親に喜んでほしいってことがある気がします。毎夜上、22年7月号。四角平野を熱望する音楽番組も、 今回の滝沢氏との合流にも母親への思いがあったのだろう。滝沢さんはタレントたちがスムーズに活動できるようにテレビ局や企業への営業をすでに開始しているようです。平野さんを起用したいと考えている企業も少なくないようです。テレビ局関係者、俳優業にも期待がかかる。 日本テレビには平野さんを主演として進めていたドラマの脚本が2、3本あるものの今後の活動が不透明だったことから白紙に戻っていたそうです。今回平野さんが活動を再開したことで日テレはぜひそのドラマを実現したいと考えているでしょう。音楽番組なども平野さんを熱望しています。前でテレビ局関係者。 しかし、平野の胸中は少し異なるようで、生配信で平野はこう語っている。音楽活動だったりライブっていうのを積極的にやろうと考えていますので、全国を回って皆さんのいるところに会いに行けるように頑張りますので、前でのテレビ局関係者は言う。 平野さんは得意のダンスを活かしたラップやヒップホップでプロのアーティストとして活動したいとイレコード会社との話もまとまっていると聞きました。ライブなどの活動がメインになりそうです。今後の活動について模索し、苦悩してきた金プリ脱退からの45日間、前での芸能関係者は言う。 膝の手術台で母親を困らせ号泣するほど申し訳なく思っていたという平野さんですが今でもダンスができるのはお母さんのおかげと思い出したのでしょう。母親への恩返しの気持ちが最デビューへと背中を押したようです。母への思いを胸に平野のショーはまだ終わらない。女性自身2023年7月25日8月1日合併後。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。